エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。3月4日フリーランスサミット事前予約開始ということで、皆さん3月4日開けてますか？このチャンネル、この動画を見ている人で3月4日開けてない人なんていないですよね。国際フォーラムで行うフリーランスサミットですね、ついに本日から事前予約を開始します。もうこれはですね、フリーランスだったりとか個人事業主、経営者、フリーランスを目指す会社員、全ての人がもう絶対来なきゃいけないイベントです。当然参加料は無料です。ここにはですね、数多くのフリーランスに対してサービスを提供する企業が集まってます。もう40社から多ければ60社ぐらい集まるんじゃないですかね。で、かつセミナーもですね、当然エンジニア業界、D2C、AD、SEO、全ての業界の人たちを集めようと思ってます。現時点で確定している人がですね、セミナーだと DJ 社長、田畑さん、ソンセラさん、林さん、木下社長、山本龍健さん、佐古くん、青笹くん、井上さん、せいせい、相口くん、岩井さん、MC は上本金藤と、SNS でよく見る顔ぶれだと思います。企業さんもですね、フリーランス関係あんのみたいなところまでですね、お客さんがフリーランスの人が多いですよとか、お金持ってる人が多いですよみたいな、そんな企業さんが集まると思います。これをですね、もう僕はこれからシャンをかけてフリーランスサミットというイベント年に1回必ず開いていきたいなっていうのが元々の僕の創業からのね、夢でして、フランチャイズ業界にもともといまして、日経フランチャイズ商か日経新聞がビッグサイトで開く超大きなイベントがあるんですけども、いいな、俺も将来こんなイベント開けるようになりたいなと思ったのが、僕はフリーランス業界なのでフリーランスで開きたいと、まだ誰も開いてる会社がありませんからっていうので、ずっとこう開きたいな、ただ初っ端から開くの難しいなって言って、ちっちゃいのから中ぐらいので、で今回やっと国際フォーラムで開けると、ある意味半分夢は叶っているという状況なんですけども、これをですね毎年開きたいと思ってますので、まずは第1回国際フォーラムで開きたいと思います。3月4日上げてください。絶対に来てください。概要欄から事前予約、ちょっと来すぎてもしかしたら入場制限がかかっちゃうかもしれないので、必ず事前予約してから来てください。事前予約しておくとスムーズに入ります。はい、お待ちしてます。